んにちは。ご飯を食べている。お腹が空いた。なんか暗っ。やべ、あっぶなねえ、やめて、やめて。喧嘩よ喧嘩。おらおら。しめしめし、ありがとうクマ。皆様は何をしてらっしゃるでございますか。もうお昼ご飯の時間終わっちゃったかな。お昼休憩？仲間仲間、ご飯食べてるってこと？米だってさ、ボリューミーじゃない？いい意味で。茎をいなくなったかと思ってた。見つけたの茎を。よかったね。茎をで遊んでますわ。持ってきた持ってきた。飼い主が持ってこないと遊んでくれないから持ってくるようになったんですよ。かわいい、えらいね。でもフライングだけな子
でもだいぶ前から、だいぶ前からちっちゃい頃からも持ってくるように育ってたの。うん、あ、今日暑い？確かに。なんか最近写真集買いましたとか見ましたって方が多くて嬉しい。なぜか。滑舌がすっごくクリアだ。聞き取りやすいです。普段の私を知っているか。私の滑舌は終わっている。中野結婚してやん。散歩しな。いいね散歩。きなこ散歩する？私はやらなきゃいけないことがあるんだ。でもきなこ散歩したらもう暴れちゃうよ多分。茎を髪の毛で遊ばないでもらっていい？え、振りじゃなくて本気ね。これガチ、これガチね。初めてオンライン行きます。注意事項、あのお願いだから電波のいいところでやってください。うちのメロンパンです。ロゼのリボン、今日はロゼコーデ。朝配信した。半分眠りながら。写真集眺めてニヤニヤします。はいどうもです。
在宅ワークの方はさ、仕事中にさ寝ちゃったりしないんですか？お家にいたらさ、寝てるの？私も混ぜて意味わからん。私も混ぜて。昼寝最高。ライブ中は寝ません。どこ住みなんだって。宇宙。私幼稚園の時お昼寝タイムなんてなかったよ。なかった。やめて。落とした。野菜炒め食べてる。野菜。私が自分で作ると思うか？三角のところ、私はもう逆にここで癖づいちゃってん。もうこれしかできない前髪が。あーでもちょっとは癖づいちゃうけど、頑張ればパッツンできる。料理ね、やればできるよ多分。やらないだけ。ナスは食べれません。どうしてもナス。食べれない野菜はナスだけだけど、得意じゃないのはいっぱいあります。あ、ズッキーニは好きよ。トマトは好きですね。
夜オープンだって。行かなきゃ今から。うん、入れないだろうな、しばらく。いいんだ、うん。六本木のナス美味しい店行こうやって、どういうことだから。ナス嫌いなのナス嫌なのな。から六本木好きすぎ、好きすぎやろ。私は宇宙に住んでるから行けません、ごめんね。皆さん嫌な思い出あります？食べ終わるまで部屋に戻さないって、あのなんだっけ、なんかこうなんだっけな、お泊まりのさ移動なんだっけな、なんか修学旅行的なやつの時に言われて、マジ頑張って食べたのに、めっちゃ 鼻つまみながらお茶で流し込んで頑張って食べたのに、みんなナス残してて恨んでる先生を。そうだよ、パクチー美味しいよ。私パクチーもセロリもトマトも食べれるけど、ナスとグリーンピースとあの生の人参と、うん、豆はあんま食べない、豆が食べれない、枝豆以外。え、だってパクチー美味しいやん、もうパクチーマシマシよ。なんかパクセロリ食べれればパクチー食べれる気がするけど、そうでもない。納豆は食べれるかな。グリーンピースは好んで食べないです。食べれないかも。カイワレってなんだ。本当は怖くて六本木行ったことないです何が怖いねん。トマトの中に虫って入ってないです、やめて私のさ、お家の冷蔵庫の中にトマトあるねん、やめて。私豆腐もあんまり好んで食べないので、麻婆茄子っていう食べ物が一番合わないです私と。ナンプラー美味しいよ。私タイ料理が好きだからパクチー好きなんだと思います。あ、やっと顔写したんですけど、なんかこの光が嫌だな。ゲームしようかな。スイカゲームでもしようかな。かゆい。せっかく治ってきたのにさ、またかゆくなってきちゃった。こことこことこことここがかゆい。4箇所もかゆいじゃん。
勘弁して。モグめっちゃ可愛い、どうも。すごい、みんな言ってる。リップを塗ります。ちょっと大きいんだよね、私にこのサイズ。竹はちょうどいいんだけどね。いっと、体当たり、ちょっと迷惑、体当たりしてこないで、痛いんだから、ね、ガチすぎやろ。かわいいなに。釣れるぞ。うわ、えい。うわ、あゆな、ありがとこ。猫じゃらし毛が抜ける。頑張って動いて、ダイエット、ダイエット、食べ過ぎだからね最近。なんかタプタプよあなた。あ、運動運動、ダッシー生きがい。おばちゃんありがとう。かまかゆいんですよ、見えないね全く。体が大きくなったね、きなこ。毛生えてきてる、そうだよ。ちょっと、ちょっとモフモフになった。メロンパンみたいな座布団ですね、だって、いろいろ違う。メロンパンではないし、クッションである。よう、これどこ言ってる、わかんない。なんかパパがくれた、一個破壊された気がする前に、でなんかもう一個くれた。エリンギだよねー、きなこちゃん、エリンギなんだよねー今ねー。とモフモフだね、少しね、少しモフモフなんだよ。伝わるかな、ほらほら、少しモフモフなんだよねー、きなちゃん。少しモフモフになったんだよねー。あげるからこれ、はい。うわ、バレないでー。私も海外行きたい。
行機怖い。かゆい。たつきめっちゃかわいい。ありがとう。顔がかゆいです。かいかいかい。なんかカラオケにいろんな曲が入ったって聞きました。ショールームのミオじゃないか。私が配信してるショールーム開いたら、なんで私魔法使いって入らないんですか。でもな、今はカラオケの気持ちじゃないんだよな。仕事抜けてきました。おサボり。服のボタンで遊ばない。ウッチー結婚してやん。みんな並んでね、ちゃんと順番子だからね。かゆいすぎるな。なんだかかゆいすぎるな。お仕事休憩中かなって思って、ちょうどかなみたいな思って、でも2回目で皮膚科でもらった薬が、だいぶ良かった。ここもかゆいんですよね。一番はここがかゆいですね。でも書かないためにも、書くな。書くな。あ、落ちた。書くな。どこだっけな、かゆいとこ、ここだ。書くな。書くな。2枚貼っちゃう、かゆいから。やべ、ニキビパッチ見えちゃうな。テヒピロ、お仕事お疲れ様。ちょっと足でももみもみしとくわは言えない。誕生日で、私も年齢非公開。暴れすぎじゃない。かい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 。
私猫派かなんです。生まれた時から隣に猫がいて育ったから。レイク面白い女ぽぽぽ。あ、眠くなってきた。お腹いっぱいなったら眠くなってきちゃった。あと30分ぐらいは配信したいよね。月影推ししか勝たん。おいしいです。よくさ銀歯銀歯ってめっちゃ言われるんだけどさ、これ銀歯じゃなくて矯正器具なんですけど、えなこさんうわ狙われてる。えなんか大丈夫？目ちっちゃいけど、お昼だから目がちっちゃい。なんか大丈夫？なんか大丈夫そうですか？やばい、なんか狙われてる、なんか狙ってる。髪はしまったんだが、え、なに？そう、めっちゃ銀歯って言うんですよね。まあいいんだけど、アイドルやろうと思ったきっかけは人生を楽しみたいからです。やば、なんか前歯に隙間があります。かつきありがとくま。こさつの前に前歯の隙間埋めるためにわざわざ歯医者さんに行ったのに、ちょっとしか埋まらなかった。埋まらない。かき氷が食べたくてかき氷器を買いました。さっき感じしないで。歯並びめちゃめちゃ悪かったのに、はい、ニキビパッチ見えるんだが、入りたての時はすぐ、割とすぐに矯正したから、くしゃみが出そう。1年に2回しか使わない。もったいないよ。
おーちゃんアイスありがとう。アイス食べたい。ナンプラーは臭かった。そうかも。ちょっとタイ料理はお匂いがするかも。強制マジで高いよ。ほんとに高い。パピコの梨。出た。部屋片付けして。ワイヤーとマウスピースどっちが痛い？わかんない。私マウスピースで矯正してないからな。床に座ってんの珍しいね。カズナリ、これ何これ？ありがとくま。ナンプラーはタイの醤油みたいな感じ。ニットボウくん、うまん。やらなきゃいけないことはあるんだ。こんば。まあ、あんず飴食べたい。スモモ味ね。食べたすぎる。なに？やめて。花火大会行きたい。ちょっと待って。常に何かと戦っている。ねっこねっこ。友達爆睡。いやー、この時間は寝る時間だよ。なんか大丈夫ですか？うわ、コーラ飲みたいね。友達の家にゴーグル。え、猫アレルギーでゴーグルって効果あるの？マスクじゃない？早く毛が伸びるといいわね、きなちゃん。かわいいエリンギみたいで。目と鼻を守ったらいける？ゴーグルしてマスクしたらいける？やめて。何これ、カズナリ。これ何これ、マイク。ありがらららわ、噛むんだ、そうやって。あっ、あっね。でもそのアレルギーは、なんか噛まれたり舐められたりすると出やすいみたいですよ。私も実際に顔だけに出ちゃうけど、ちょマジで痒いんだが。かゆいんですけど。
もきなこはオレンジを食べると離れていくので、いざとなったらオレンジ食べるから。柑橘系が苦手なんですよね、根っこは。もう離れててもオレンジの皮むいてたりすると目をこうやってやってる。お腹鳴った食べたのに。にらめっこしてた。なんなんだろうね、なんか柑橘系がダメなんですよって言いながら今オレンジ食べたくなってきた。いい？ダメ？髪切ってきた。いいね、ずっと伸ばしちゃってるな。でも最近ヘアミルクとかを変えたら調子がいいです。ねえ、わかる。触りたい。私も猫吸いしたいもん。でもしたら顔が終わる。もう終わります、全顔。だからあんましてない、口だけで我慢してる。本当はうーんってしたいけど、サマーカットもツルツルじゃないとだよ。オレンジ食べたくなってきたな。オレンジ食べたいかもな、きなちゃん。でも近寄ってこなくなっちゃうからな。えんえん。フレッシュプリキュア、フレッシュフレッシュフレッシュ。サマーチョコレート。オレンジ品薄らしいですよね。めっちゃ高かったもん。めっちゃ高かった確か。これ丸が5個入って500-600円とか。カズナリありがらら。ら髪の毛、夏は明るめがいいのかな。ネズミに噛まれて大丈夫？コラッコ行くよねえ、クリスマス。でも11月からクリスマスだから、今6、7、8、9、10、あと4ヶ月で11、12はクリスマス。道端の猫にひーちゃん好きか聞いて回ってる。やめてよー、有名人になっちゃうじゃん、うん、クリスマスが今年もやってくる。今はまだ暑いけど気持ちはクリスマス。美容で気をつけてること、自分に合うものを見つける。ニアジュの MV にオレンジジュースが出てくるからみんな飲んでる。浮気じゃん。今年のクリスマスプレゼント、わあ、でもなんか去年って何だったっけ。私去年自分に何買ったっけ。でも
も1月1日にお財布をか使い始めたのを覚えてるから、お財布なのかな、違う気がする。思い出せ鈴木、なんだっけ、去年何買ったんだろう自分に、思い出せないな。ピンクか紫、ピンク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 、え、財布かな、財布だよね多分、誕生日プレゼント兼、え、違うかも、でも財布は1年間お疲れ様で買った気がする。で確かクリスマスはなんかもうクリスマスとか関係なしに確かコスメをめっちゃ爆買いしちゃって、それをクリスマスってことにしたかも今年は。なんかでもさ、ちっちゃいカバンとか多いけどさ、ブランドの私カバン荷物多いからさ、可愛いアクセサリーとか、結構アクセサリーとかならまあちょっと頑張ったら自分でも手に入るかなみたいな、まあそんなことないけどそんなことはないんだけど、まあ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 、感じかな。アクセサリーは何本あってもよくないですか。 iPhone ケースとか、 iPhone ケースはバレンタインだわ、限定だもんねこれ。クリスマスより前にきなこの誕生日が来るのでね、何が欲しいんだろうあの子は。クリスマスよ大好き、イルミネーションの感じとか。お仕事お仕事ってなってる中に現れたキラキラな時間、クリスマス。猫ちゃん用ケーキ買ってみようかな、きな粉食べるかな。今は毛が欲しい、いらんよ、暑いもん、ちょうどいい、毛なくてちょうどいい。リボンロゼですよ、ロゼの。あっ悪さしてんのまた。タイのクリスマスわかんないな。猫ちゃん用ケーキ調べよう。誕生日までにモフモフになってたらいいね、少しは丸みを帯びてたらいいね、もっと。なんか猫用ケーキかわいい、かわいいね。ジロータンにも会いたいな。あん、ジローのさ、チュールアイスを食べる顔が忘れられない。こんな顔して食べんねんなんでそんな顔なのって感じ。カリカリしないでねカーテン、弁償してもらうから、それ壊したら。かぶり物どうなぁ、きなこそういうのすぐペッってやっちゃう。おもちゃ、新しいおもちゃとかでも十分、あのなんか木のおもちゃで十分満足してくれてそうだしな。あとネズミとクキオとエビフライとアヒルもいるし、贅沢だ贅沢だ、十分十分かわいい。なんかさ、ツイッターでさ、ちょっかいかけな
ないで、嫌いになっていいの。で猫の写真が貼ってあるやつが回ってきたんだけど、かわいい。暴れない、落ち着いて。うわ、顔触ってきた。顔触られた、痒くなっちゃうからやだよ。あとこのなんか猫のさ顔してるのと、まん丸のお目目のさ猫ちゃんの写真、私ほんとに可愛くて、最近もそういうのだけで今追ってくるの。もう猫を見て生きていく。毎日違う私に気づいてるかな、昨日よりも確実に好きになってる。じゃん、チャララー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 ラララ。やばい、また生活カード欲しい時期になってきた。ね、なんかくちゃいよ。なんかくちゃいよ。昨日も段ボールの箱に入って遊んでたよ、きなちゃん。光りすぎやん。光りすぎやん。無理じゃん。なってくっちゃ。これ？やめて。これだわ。あんたが噛んでるからや。くっちゃい。ねえ、くっちゃい。歯磨きシートするか？歯磨きしてやる。許さないわよ。今顔面狙ってきたでしょ。はい、ダメです、もう歯磨きです。はい、お口開けてね。はーい、奥の歯もいきますね。はーい、しっかり拭かせていただきますからね。はい、奥歯です。はい、あたきなこの猫じゃらしの羽が乗ってる。あんた、どんだけさ被害を呼んでると思ってんのよ。
歯磨きしてもなおきっとくちゃい。になるかな、配信し始めてこれくらいだった気がする、20分とかからだった気がする。出そうなんだけど、これって猫じゃらしじゃない？禁止令出すよ。もうちょっとこの猫じゃらし、私ね、モフモフじゃない猫じゃらしを買ってるんだけど、これめっちゃモフモフなんだけど、これくしゃみ、くしゃみやばい。これスクショタイム。ねえ、なんすか？配信終わろうと思うよ。13位月影ありがとべかり、12位うっちありがとべかり、11位ガッシーありがとべかり、10位レイクありがとべかり、9位タツキありがとべかり、8位アユナありがとべかり、7位シメイジメイシありがとべかり、6位カズキありがとべかり、5位マグありがとべかり、4位中野ありがとべかり、3位ニットボーくんありがとべかり、2位おーちゃんありがとべかり、1位カズナリありがとべかり、ありがとう。またやるね。バイバーイ。午後も頑張ろう。